DSG! はい、ということで DSG バカ 86.8、86.0、86.7、86.40、86.9。よし、ね、分かったよ。あのね、ここレジスターじゃなくて、あれだった、コンデンサーだった。うん、だからこの周りのコンデンサーと同じコンデンサーをここにつけてあげればどうもいいだけっぽかったんで、またね、さっき T238 からね、のドナーからいただいてちょっとねつけてみました。よし、これで、正常、まあ、電源が入れば一旦は大丈夫かな。ほい、おお、入った入った、 OK で、あ、動いた動いた。うん、よし、ちょっとこれで組み込んでみましょう。よし、じゃそれではでいい。また一通り組んでみました。で、ね、こんな感じかな。ね、ここの、逆転防止ラッチと、結局基板のパーツ、電子部品との間に隙間を作りました。はい、ここを削ってね、はい、これだけ隙間が空いてればね、まあ、当たって外れることは、まあ、ないかなと。もともとの位置がさ、ここだったから、もうギリッギリだったんだよね。だから、まあ、当たるよね。まあ、自分もね、前回やった時に、一瞬だけ危ないなと思ったんだけど、まあ、あんまりそこまで危機感を持ってなかったから、あんま気にしてなかったね。というわけで、まあ、ここをね、こんな感じで逃がすのは結構重要事項だと思うので、今後ね、クリスペクターに、ペルンのね、電子トリガーをもし乗せる機会がある人がいたら、ここをね、ぜひ逃がしてあげてください。はい。まあ、注意喚起って意味かな。よし。というわけで、この後、ね、あと電気も、ちょっと一旦流して動かしてみたんだけど、まあ、問題なさそうだったんでね。うん。まあ、なので、ちょっと、あとはもう組み立てるという段階で、まあ、ちょっとベラベラ喋りながらね、ちょっと、やっていこうかなと思ってます。はい。実はね、動画外で言わなかったけど、動画外で実は低負荷 DSG 実現させておきました。はい。ここにね、ちらって見えるけど、ほら、ちょっと重ね物をして、どうしてもね、今回ね、低負荷 DSG をちょっとやりたかったんで、低負荷 DSG 仕様と、はい、今回はなってます。まあ、もうそろそろね、低負荷 DSG も割と、こう、市民権を得てきたなっていう、まあ、時代背景もあり、僕もいつまでもね、なんだっけ、こう、古い DSG の仕組みでやるのもどうかなっていうのもあり、あと、低負荷 DSG やるにはね、どうしてもやっぱり、なんだっけ、スプリングガイドを対応させる必要があって、で、そのスプリングガイドがね、どうしても、もうメーカーによってバラバラだから、太さが。それをなんとかしてね、簡単にクリアできる方法ないかなって今ちょっと編み出してる最中なんですよ、そう。で、今回、クリスベクターね、ちょっと、太めの、スプリングガイドだったので、まあ僕がちょっとね、集めたやつが使えなかったと。ということで、今回のデータをもとに、またね、アップデートして、太い、スプリングガイドでも対応できるような、低負荷 DSG キットみたいなやつをね、ちょっと作りたいなと、はい、思ってる次第です。はい。まあ、こんな感じでね、なんかこう、いらん努力をしなくても、なんか、いらん努力はしなくても、必要な努力だけに、注力して、まあ、カスタムがね、こう、もっといろんな人に、流行るといいなという思いで、はい、この、ね、細かいパーツの開発とか、はい、そんなことをね、話してたらね、これつけるなんて、これ外れんだよ。そう。振動で外れるからね、これね、ネジロックつけた方がいいっすよ。はい。そう。なんか、そんな感じでね、カスタムがもっともっと、もっと敷居の低いね、ものになってもらえればなと思っている次第です。はい。よし、じゃあ、ここ組んで、
よし。そう、前回もね、なんだっけ、こう、手にしたらさ、いきなり、ネジが緩んでたんでね。うん、これね、多分ね、必須だと思うよ。うん、今回はね、なんか、鉄砲見ると使用頻度が低かったんで、おそらく、ジャネットさん、ほとんどこの銃使ってなかったんじゃないかな。うん、まあ、そんな感じがしましたね。はい。まあ、なので、今回、多分、今後、ある程度使う、うん、予定なはずなので、うん、まあ、それに対応させるべく、ちゃんとね、この辺の細かいところをやっておいた方がいいかなと思って、ね、ネジロック剤を、まあ、豆に今つけております、うん。この246使っとけばね、後で外すときも楽なんで、ただ銃の振動では外れないっていう、ちょうどいいね、この硬さなんだよね、これ。うん、おすすめです。はい。よし。まあ、ネジロック剤なんかね、使わなくたっていいじゃんってね。ってやってる人も、まあ世の中結構大多数だと思うし、僕も今までずっとそうだ、前はね、ずっとそうだったんでね。うん、まあ別になくてもいいかなと思うけど、そう、パーツがポロって取れて、気づいたらなくなってるっていうのがすごい嫌で。そう、そういう目に二度ほどあったんで、やっぱ、ネジロック剤やろうって。はい、思ってそれ以来に、ネジロックを使うようにしてます。はい、うん、やっぱね、大事な銃のね、こういったね、こう 見えるとこのパーツだからね、うん、なくなると嫌じゃん。これネジが本当に多いね、クリス・ベクターはね。よっしゃー、ここは先に止めていいはずだから止めちゃおっか。よっ、あ、そっか、ちょっと押さないとダメなのか。あー、やっぱそうだ、ちょっと押せばいけたね。オッケー。じゃあこっちからピン入れちゃったから、みんなこっちからピン入れることにしよっか。まあピンはね、どっち向きでもいいはずなんで。うん、次はこれか、このお飾りのやつね。よし、これも緩むんすよ。んで、ここだけね、サイズが違うってね、ちぐはぐっぷり。実銃がそうなんだろうね、きっとね。そう、これもね、マジで外れるからね、うん、気をつけた方がいいっすよ。まあ、なぜね、クリス・ベクター振動でかいからさ、だから外れるんだと思うよ、きっと。まあ、決してね、多く塗布する必要はないので、あんまりね、ペラペラ、垂れるぐらい塗ると、いらんとこにつくんでね、うん。よいしょ、適度な感じがいいかなと思います。よし、さあ、うまくいったでしょうか。うまくいったかな。うん、とりあえず今回はまあ、DSG やりたかったです。で、 DSG のプリコックやりたかったです。で、かつまあ、宣伝の意味はあったんでね、うん、見事に使えなかったんで全く宣伝にならなかったけど、なんだっけ、そうそう、DSG 低負荷運用、そうそうのね、ワッパをね、ちょっと紹介したかったがために、DSG 低負荷運用をやるって言ったんだけど、そう、まあちょっとうまくいかなかったけど、最終的に、DSG 低負荷運用用の、スペース入れてね、今うまく動いている次第なんですが、うん、まあ今後ね、どんどん DSG 低負荷用のワッパを、世界中に普及すべく、はい、バンバンね採用して、使っていきたいなと思ってます。はい、よし、じゃあピンを止めましょう。1、2、3、 OK、 ちょっと半差しで許してください。はい、よっしゃね、もうバッテリー繋いであるんで、よっしゃ、これで行きましょう。おー、イエス。おー、いいね、動いてるよ、ほら。いいね。やっぱね、低いレートのバネだから、打音が少なくていいわ。あ、いいね。しかも今ね、プリコックの設定入れたんですよ。そう、今確か3段階かな。うん。だから、もう全くモーターの音しないでしょ。ね。最初のさ、時に比べたらもう、全くモーターの音なし。ね、カツンカツンカツンでしょ。うん、以前作った時は M145 のバネを入れて、で、今回はね、M120 入れたかったんだけど、M120 のバネがなかったんで、M130 を徹底的にバネカットして、合わせました。はい。なので、バネレート的に M120 がね、乗ってると思ってもらっていいかなと思います。はい。だからさ、もうこんなんよ。いいねー、2点バスト。
あ、ごめんなさい、ちょっと3点に変えちゃいました。うん。で、こっちはフロート。うん。いい感じだね。OK です。じゃあ、チャーハンのバネ止めるの忘れたんで。もう一回開けてチャーハンのバネ止めて、今回はね、完成ということになります。はい。いかがでしたでしょうか？今回はね、吉尾 Vlog に出演されているジャネットさんからね、依頼されたクリス・ベクターを、いじってきました。はい。そして出来上がったのが、こちら。ティーンティー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 。じゃん、はい、完成しましたよ。いや、以前にね、あのクリス・ベクター、はい、作りました。はい、この時のプロジェクトですね。はい、まああれもなかなかね、いい出来でしたが、今回はさらにそれを超える出来となっております。それはね、最後にね、打ってちょっとね、結果を見てくれればと思っておりますが、はい、まあその前にね、今回やったことについてちょっといろいろお話していこうと思います。はい、ではね、今回のコンセプト、そう、今回のコンセプトはですね、ゼロトリガーレスポンスのキレッキレ DSG プリコック。はい、こんな感じ。最初はプリコックなし。はい、次からプリコック。ほい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 。あー、素晴らしいでしょう。ポン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 。はい、というわけでね、ポンポン打てる感じです。ただ、ちょっと先っちょにうるさいラッパがついてるんで、ちょっとかなりうるさいんですけどね。はい、もうすげープリコックキレッキレですよ。はい。ではね、今回はね、そういう感じで作ってみましたが、細かいことをね、今回やったことについて、ちょっとね、お知らせの方、解説の方をしていこうと思っております。はい。立つんかな、これ。立った。はい。で、おあ、これ立てるの無理だね。あ、こうか。こう立てればいいんだ。よし。OK。はい。ではね、今回やったことについて、ちょっとね、共有していこうと思います。はい。まずね、今回、組んだのは DSG です。そう、HK ワールドって言ったら、はい、DSG、はい、ということで DSG バカ。というわけで、今回ね、DSG を入れていきました。そして、今回ね、このクリス・ベクター、そう、あの、タペットプレートが弱いわけじゃん。そう、そうなのでね、もう前回見たらタペットプレート折れたんでね、はい、前回ね、僕は学習しました。タペットプレートに鉄芯入れればいいんじゃねと思って、はい。というわけで、前回はね、タペットプレートに鉄芯を入れました。そして今回はさらにアップデートして、鉄芯を入れるだけじゃなくて、今回はね、ネジをギュギュギュって入れて、ネジの頭を残すっていうね、技をね、今回ちょっと思いついてみたので、やってみました。はい。まあ、それが今後ね、どのように、影響してくるか、ジャネットさんが使ってみないとわからないっていう。ごめんなさいね。僕はもう、新しいことバンバンやっちゃうんで、はい。なので、それがね、吉と出るか、凶と出るかはちょっとわかりません。はい。なので、まあ、折れたら、またいつでも言ってください。直すんで。はい、すいません。はい。というわけで、今回ね、DS に対応するために、タペットプレートに鉄芯、ネジね、を入れました。そして、それに対応させるべく、メカボを削りました。そう。結局、クリス・ベクターのね、この部分、そう。要は、タペットプレートの棒のところが折れる原因って2つあって、タペットプレート自体の強度がないっていうのが1点。そして、もう1つは、その、タペットプレートの棒が、こうやって、この、枠に当たっちゃうんだよね、ガーンってね。この当たるのを防ぐために、ここを削ってあげたっていう、まあ、お話ですね。はい。まあ、それをやってあげました。はい。まあ、それで、まあ、とりあえずは大丈夫かなと思っております。そして、今回はね、DSG のプリコックに、はい、対応させるために、はい、フルシリンダーの搭載をしました。はい。加速シリンダーするとね、プリコックとか、あと DSG とかすごい向いてないんで、はい。なので、フルシリンダーに交換しておきました。はい。そして、DSG のプリコックにも対応できてるんでね、僕が開発した、ピストンとピストンヘッドセット。はい。なんで、今回はそれを入れてきました。まあ、その中の種明かしマジックとして、オリジナルのね、内側のスリーブを使ってます。はい。まあ、それを入れてる理由としては、まあ、ピストンの重量を合わせるためと、ピストンの先頭の重量を落とすっていうね、まあ、ピストンの前後重量バランスっていうことまでちょっと考えて、このピストン作ってあるんですよ。そう。で、その、まあ、種明かしをね。まあ、大したことやってないんだけど。っていうことをね、今回ちょっと紹介差し上げました。はい。で、その次ですが、今回ね、そう、電電虫をつけようとしたけどね、つけられなかった。いや、びっくりだね。電電虫つけられないんだよ、これね。ちょっと考えて分かることなんだけど。もうバカなんでね、気づかなかったよ、つけようとする瞬間まで。というわけで、今回残念ながら普通のね、シールノズルを、使いました。はい。これね、
開けた時ちょっと思ったんだけど、そうほらし、あのノズルにさ、なんかパッキンついてたじゃん。そう、あの丸いあのねパッキンね、そうそうそう、あのパッキン入れる技すごいよね、あれね。あれこれね、前にいじった人すげえと思うよ。うん、あれ本当にびっくりした。皆さんもぜひね真似した方がいいと思う、あれ。うん、マジですごいあれ。うん、で、今回ね、その他やったこととしては、はい、ヘリカルギア、そう、ヘリカルギア入れました。はい、最近ちょっと有名な、話題で上がってるね、SF フェイスラン出してる、あれとは違うんですけど、まあ、ルネックスのね、従来通りのヘリカルギアを今回搭載しました。はい、それでだいぶね、ノイズ低減に、つながっております。はい。そして、今回ね、DSG 低負荷キット、はい、ちょっと今開発しておりまして、まあ、開発ってほどの開発じゃないんだけど、うん、そう、DSG の低負荷をするには、そう、このね、スプリングガイド、そう、スプリングガイドに、こう、詰め物をして、こう、底上げをしてあげるっていうね、まあ、技がありますと。ずいぶん前からね、存在はしてるんですよ。こうやってね、底上げするやつ。そう。ただ、これは、従来のバージョン2のミカボックスにしか載せらんないから、それをなんとかしようっていう、まあお話なんですね。僕が今スリーブをね、いろいろいろんなサイズをね、中国の工場と交渉してニョ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 って作ってもらってるやつ。そうで、それ結構なメーカー数対応できると思ってたんだけど、まさかね、これに使えなかった。いや、ほんとね、こういうことを繰り返して繰り返してノウハウを貯めて、そしていろんなスリーブをセットにして、まあお出しできればなというふうに思っております。はい、なので僕がね、作ってる、最近作ってるキットっていうのは、皆さんがわざわざなんだっけ、そんな細かいね、しなくてもいい苦労しなくてもいいようにっていうだけのコンセプトのもと、まあいろんなパーツをね最近開発してるんですよ。うん、なので、まあ今回もいいデータが取れたので、またそれをデータをもとにね、そのスリーブのセットってやつをね、今後揃えていきたいと思ってますんで、はい、ご期待いただければと思っております。はい、でただね、やっぱ低負荷入れしたかったのよ。なのでホームセンター行ってなんか合いそうなスペースを買ってきて無理やり入れました。とりあえずなんで今M110 のね、バネが入ってて、それで今引っ張ってるんで かなりね、燃費いいんすよ。うん、これかなり燃費いいです。だから、打音もやっぱり柔らかいんで、音もね、そんなしないんですよね。こう前ちょっと塞ぎ気味でやるとわかるんだけど、ほら、いつもよりなんか、叩いてる音が優しいでしょ。そう、やっぱこれって、DSG にしても、結局、電動ガンの、寿命をね、やっぱ伸ばすいいやり方かなと思うんで、僕もね、今後、積極的にね、やっていきたいなと思っている次第です。はい。今回ね、ちょっと、打って気づいたのが、なんかね、チャタリング起こしてんだよね。実は、今も、ちょっとだけチャタリングするんだよね、たまにね。僕がいつもやってるこれあるじゃん。これやるとね、ちょっとチャタリングするんだよね。ほら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 ね、これ残念ながらあれなんですよ、マイクロスイッチ、そう、クリス・ベクターはマイクロスイッチです。あと T238 のバージョン 1.9、 あれもマイクロスイッチを使っているんですよ。で、今回ちょっと注意喚起の意味も含めてちょっと お話ししたいなと思っていて、これトリガーの隙間を詰めてるなって僕思っていうことに気づいたじゃないですか。そう、要はトリガーを引いて、ちょっと引いてもほらまだ反応しない。で、そこからもうちょっと引き込むとっていうね、このトリガーの引き代を詰めるために、この銃を前にいじった、まあ、ショップさんか人か分かんないですけど、方は距離を詰めたわけですよ。そう、どういう距離の詰め方したかっていうと、まあ、今回今手元にね、マイクロスイッチがあるので、ちょっと動きを見ながらね、お知らせしようかなと思うんだけど、このトリガースイッチって遊びがあるわけですよ。ほら、奥まで押すとほらカチッっていうでしょ。けどこの遊びがほら、これだけちょっとテンションがあるんですよ、遊びがね。そう、これってどういう風な仕組みになってるかっていうと、まあ、この写真の通りで、なんかね、中に板バネが入ってて、で、その板バネを、こう、なんて言ったらいいんだろうな。紙まで用意したのに、なんか説明しづらいんだけど、なんか、こんな感じでやってるんですよ。そう、こういう感じで。うん、この板が、こう、跳ね返る、ほら、こういう跳ね返る力を使って、オンオフオンオフっていうのを、まあ、やってるわけですよね。そうで、この中に要はね、板バネが入ってるので、この板バネを常に押し込んだ状態にすることで、ここの
あのトリガーの遊び、要はここの引き代をあの縮めてるわけですよね。うん、ところが実はね、あのこのトリマイクロスイッチの特性、それをやっちゃダメなんですよ。うん、あのダメとは言わんけど、あのマイクロスイッチの寿命をね、あの大きく削るんです。うん、なぜかというと、ほらスプリングでね、あの縦を言うと分かるかもしれないけど、例えば今プリコックしてるじゃん。そう、プリコックした状態で放置するとスプリングってやっぱ縮んじゃうから、あのプリコック解除っていうね、こうやつね、機能があるわけじゃないですか。そう、そういうのがあるのはなぜかというと、スプリングが縮んだままになるのを防ぐためなんで、これも実はあのこうやってずっと半押しにした状態で置いとくと、あの寿命が来て、あの寿命が早く来て、このマイクロスイッチ壊れるんですよ。そう、あの長くねパソコンでマウスやって使ってて、僕もねもうパソコン歴30年以上なんで、あのまあマウスがね、まあ、壊れたりするわけですよ。そうすると、なんで壊れたのかなって言って調べたり、自分で分解してやったり、新しいスイッチとの比較をしてみたりすると、やっぱりこの板バネがね、やっぱ寿命が来るんだよね。うん、でその寿命をね加速させてたの。だから今こういうねちょっとね残念な状態だね。あの一応なんとか、なんだっけ、チャタリングを起こさないように引き代を戻しました、僕が。うん、なので、しっかりトリガーを戻して引くっていう行為をすれば、ね、一応使えるんだけど、なんだっけ、すごくパパパパパパパってね、指切りすると、やっぱちょっとついてこれなくて、あの中でバネがチャタリング、そう、チャタリングって言葉を分かる人だったら、僕が言ってる意味がね、多分理解できると思うんですけど、そう、マウスとか、なんだっけ、この工業系機械をやってる人の間では、まあ、割とポピュラーな言葉なんですけど、そう、チャタリングをちょっと起こしていて、まあ、平たく言うと、トリガーのテンサースイッチが、まあ、壊れてるんですよ。そう、ちょっとね残念なことになってて、で僕もね修理したいなと思ったんだけど、この電子トリガーのに使われてる、スイッチがねちょっと特殊なものでして、ちょっと僕は交換できそうになかったです。はい、なので、まあ、今回ちょっとねこれどうしたもんかなと、まあ、若干思っております。はい、まあそれはね、まあ、ちょっとジャネットさんに、まあ、報告して、あ、まあどうしようかなっていうね、まあ、一応ちゃんとトリガーの、そう、なんだっけ、これぐらいで指切りすれば大丈夫だから、そんなにね、そんなにびっくりはしないと思うんだよね。ほら、これぐらいの指切りだったら大丈夫だから、そんなに気にならないな、ならんじゃないんちかなと思うけど、やっぱジャネットさんも相当な手だれなんで、多分相当指切りパパパパパってやってる気がするんだよね。そうだから、もしかしたら気になるかもしれない。うん、まあその場合は、まあまたちょっと僕が頑張って似たようなマイクロスイッチ探してきて頑張って交換するっていうことに、まあチャレンジしてもいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだちょっと自信ない。そう、なんせこのクリス・ベクターのペルンのね電子トリガーまだ出たばかりで、僕も1回しかまだ組んだことないし、一応ね製品版まあ組み込みたいっていう人のためにいつもストックはしてるんですけど、さ、ただ組み込むだけしか僕まだできないんでね、まだそういったスイッチの構造、まあ構造は理解してるんだけど、そのスイッチの入手性とか、そういったとこまでちょっとまだ研究が至ってないので、ちょっと今回はこのままかなって気がしてます。はい、すいません。はい、で、今回ね、パッキン、そう、マジンパッキン、そう、宮川ゴム工業所の、そう、最新作、マジンパッキン入れましたよ。これね、マジやばいよ。うん、これからにちょっとね初速がかかるけど、マジンパッキンってさ、つまずきホップを極限に抑えるために開発されたパッキンなんですよ。そう、で、それのおかげで、もうね、精度がやばい。うん、まあ、ちょっとこれから打ってみるけど、というわけでちょっとね打ってみましょう。はい、早速。これマジすごいよ、マジビビるよ。まあただね、なんだっけ、流速にはならないんでね、まあそれだけは、まあジャネットさん室内でばっかり使うらしいので、まあ流速いらねえかなと思って今回ね。はい、というわけで 0.2 の弾使ってやっていきます。おお、いい、あれ、イエス、オッケー、じゃあいきまーす、せーの、よっせー。はい、平均だいたいね80、あ、やべ、同期させてなかった。あ、全然同期できてないじゃん。もう一回打つわ。よっしゃ、もう一回いきます。
はい、せい。はい、今回の精度はいかに、おーいえーす。1,2,3、最後の6発いきましょうか。もう6発表示されてるんでね。86.8、86.4、86.9、86.3、86.5、86。はい、というわけでちょっとね、86のせいで、最大初速誤差が、0.8 ってことになっちゃってるけど、いつも僕は5発をね、まあ、比較してるんで、ちょっとこれ見ないことにすると最大初速誤差は、あ、これか、9と0だから、最大初速誤差が 0.9 出てるけど、最大初速誤差が一応 0.4 ってことになってますね。はい。僕はね、いつも、あの初速誤差、はい、0.5 だぜ、ベイベーって言ってるけど、それはそこだけを点で見るとそうなんだけど、トータルで見た時の、バランス、そう。要は平均値がね、めっちゃ計算、あれこれさ、グラフで、あーすげえ、グラフで出んだ、これ。このアプリすごいね。もっと打った方がわかりやすいかな。なんか20発しか打ってないから、あれか。もっと打ってみよっか。グラフ出てんのよ。ほら、こんな感じで、初速のブレみたいな感じでね。ちょっともうちょっと打ってみようか。いっぱい打てば打つほど、意味が、これ出てくるんですよ。ほら、安定してきた。ごめんね、グラフやっぱちょっと見づれえわ。今、結構打ったよ。音聞いてたっしょ。ね、これ、まあ、見てくださいよ。ほら、いくよ。86.4、86.5、86.6、86.6、86.7、86.80、86.90、86.90、ずっと86ばっかりやんけ。これやばくね。マジバッキンやば。もうマジでやばいよ。これずっと86だからね。うん、今打った何発打った、今ね、何発打った、35、今20発、ちょうど20発打ったんだけど、ずーっと86、ずーっと86。すごくない？これ。ほら、こっち見た方がわかりやすいか。ほら、86、86、86、88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 、
これはすごいね。これはねマジで魔人だよちょっと関係ないけどいやー本当にね感動しました。はい、宮川さん最高の製品を作りましたね。もうマジで感動しました。はい、なんでこれから僕ね魔人でいくかもしれないやばい。これね多分ねやっぱつま先ホップを最大限に抑えるっていうコンセプトがちゃんと反映されてるパッキンなんで、本当にすごい。ね、20発30発ってもずーっと 0. いくつしかで誤差が出ないんですよ。いや本当ビビりましたね。なのでここだけとか さっき最初の最後の6発だけとか5発だけとかやんなくてもすごいのよこれ。ほんとパッキンそうちゃんと乗ればね。いやーほんとすごい、マジですごいこれ。もう本当に感動しました。ありがとうございます。はい、というわけで僕もねマジンパッキン早速いっぱいねもう仕入れていますんで、はいはい、というわけで今回ね、あ、しまった。秒間何発で撃てるか試してなかったね。ごめんね。ちょっと待ってね。秒間何発で撃てるか。はい。30近くに調整しといたはずです。よし、ちょっと見てみましょう。Oh, yes! OK! はい。秒間32で、はい、調整しておきました。こんな感じ。はい。はい。もう僕は最近ね、DSG、秒間30以上はやりません。はい。まあ、弾道安定しなくなるしね。まあいいんだけど、50とかね、40とかやってもね、まあそれはね、そういう専用のマシンをね、僕は作ることにして、そういう専用のマシンでしかそういうことはやらないっていうふうに僕はもう決めてるんで、はい。ましてはね、他人様のもので、ね、秒間45とかね、50やったらね、バシバシ壊れると思うんだ。というわけで、今回ね、まあこんな感じで収まっております。
はい、ではね、いかがでしたでしょうか。はい、今回はね、新しいこといっぱいやったんで、いろんなデータがね、ちょっと取れた機会になったかなと思います。はい、そして、やっぱね、魔人パッキン、何回も言うけどごめんね魔人パッキンマジでやばい多分誰が組んでもね、この結果になるよはい、というわけで、今回もね、最後までご覧いただきありがとうございました。はい、こういうね、なんかスタムとかね、そういった技術とか情報とか、そういうのね、僕のね、面白い動画ね、興味持っていただいた方はぜひね、はい、チャンネル登録と、そして、ベルマークをオンにしていただけるとめっちゃ嬉しいです。そしてかつグッドボタンもちょうだい、よろしく。はい、じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。またねー。